で、それではあとね、一応まあタイムスケジュール、お配りしてると思うんですけど、ないあのもらってない方は受付が小屋根前にあるので、タイムスケジュールとあと、エントリー表、これをお持ちください。で一応今日、ダウンフローはないんで、ずっと12分乗って、ずっと行くので、今日、4人目が乗り込みでなんですけども、で今日は、ダウンフローなくて、全部ルーメイク電車でお参りいたします。で今回ね、ドルコンじゃない商工会、審査対象外っていうか、ドルコンじゃないクラス希望の方少なくて、ほとんどドルコンの方だったんで、これがね、初級だったら2クラス、ミドルだったら2クラス、スーパーミドル2クラスで、2クラスあるんですけども、この2クラスの中から、ルーレット審査で順位決めたと思うんですけども、一応、全部、初級も5位まで、上級、まあ、上級も全部5位まで、審査が勝て、あとはドリコンの、ちょっと待ってね、戸田さんって、あ、そういった、ですね、まだキャンセルはしてないんですけど、上級クラスの方で、もし自分が困る方とか、もう走れないやって方がいたら、残りの本数買ってくれる、お金払って買ってくれる人がいるんで。申し出ていただければ、上級クラス、5本あるんで、1ヒントいくらぐらい、初級でも、じゃあ、中上級か上級の方、もしこうやっちゃって、お金欲しいっていう方は、お金欲しいと思いますので、早めに壊れちゃった方はね、先着順、一番最初の人を獲得する。1本2500円くらい。だから1本目で超えてたら残り400なんで、1万円か。1万円払ってくれてるんで、全権を持って。最初の頃から全部を入れないんですよ、やっぱり。侵入からコーナー立ち上がりまで、ここがやっぱ重要だっていうのもあって、やっぱり、なんだろうな。前の車と距離が空いてる場合は、最終コーナーも入れちゃうんで、ここも審査対象になっておりますので、もう全然ずっと不安定で、減点かもしれない。白線が引いてあるんですけども、そこまで必ず車を、アウトまで持ってしながら持ってってください。そちらで、やめたい方がいるんですけど、この、コースの真ん中辺走ってる方がいるんですけども、それだとちょっとあまり得意じゃない。じゃあ、向こうがどこまででいいかというと、スタートの人がただ立つ。スタートを、Thank you.
What's happened? What's happened? Why? さあ、でも取れない。それは人工な取れない。